こんにちは、皆さんに質問です。学校で死ねと言われたことはありますか今回は少しだけ相手を黙らせる方法をお話しします。一、死に方を教えて、二、治療のマジで社員だから輝いている。そんなに輝いて見える。ありがとう。三、お前が死ね。などです。